現在3点リードで試合が進んでいます。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。まあそこまで持っていく回数が多いということもありますしね。そこからどうするかですよね。これを決められない。大きなチャンスでしたね。残念です。そうですね。ブラジルいい攻めを見せてきました。カナリア軍団が攻めます。オーストリア苦しい状況です。ジュリオ・バティスタ、カカ、スペースに入れる。直接行った。来た。4点目。前半30分です。さあ、まずは4点リード。オーストリアとしてはここまで予想しなかったかもしれませんね。何点差でしょう。放送席、カメラさん、岩本さん、アメリカ側なんですけど、ウォームアップをしている選手が見えますね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。ジュニー、もっと前に3人上がっています。コーナーです。さあ、選手の動きに注目ですね。さあ、ボールが入る。後ろからチェック。オーストリア中央から上がっていく。左から行きます。さあ、もうゴール後のキックオフは始まっています。わあ、得チャンス。シュート右足。ประมาณนี้นะครับ